旧ドライデンは、アメリカ合衆国の航空学者、公務員である。1958年8月19日から死去するまで、ナサ長官代理を務めた。ドライデンは、サミュエル・アイザックとノバヒル・カルバードライデンの息子として、メリーランド州ポコモケシティに生まれ、地域で有名なメソジストの聖職者にちなんで、名付けられた。父は1907年恐慌の際に職を失い、一家は、 メリーランド州ボルチモアに移住した。数学を専攻して14歳で、ボルチモアシティカレッジを卒業し、同校で史上最年少の卒業生となった。数学の成績優秀により、ピーボデ賞を受賞し、奨学金を得て、ジョンズ・ホップキンズ大学に通った。わずか3年で優秀成績で卒業し、1916年には物理学の修士号を得た。論文のタイトルは、 エアプレインズ、アンイントロダクションツーザフィジカルプリンシプルズエンバディード、インゼアユーズ、で会った。1918年から、アメリカ国立標準技術研究所に勤務し、測定基準調査官となった。ジョセフ・エームズの支援と影響を受け、ニストの風土部門に異動となり、大学院で流体力学を学んで、1919 19年に、博士号を得た。九百十九年、 20歳の時に、ジョンズ・ホップキンズ大学で、物理学と数学の博士号を得たのは、この大学での博士号授与最年少記録であった。論文のテーマは、エアーフォーセス・オン・サーキュラー・シリンダーズだった。1920年には、ニストに新設された、航空力学部門のディレクターとなった。ライマン・ブリックスと共に、音速近くの翼の研究を行った。また、気流、乱流、 特に境界層現象の問題の航空力学的な研究のパイオニアとなった。彼の研究は P-51 その他第二次世界大戦中の航空機の翼の設計に貢献した。彼は1934年までにニストの力学音響部門のチーフに指名され、1939年にアメリカ航空諮問委員会のメンバーとなった。第二次世界大戦が始まると、 アメリカ空軍の顧問を務めた。レーダー誘導爆弾 ASMN-2 バットの開発を主導し、これは1945年4月に実戦配備されて日本の駆逐艦を沈めた。戦後の1946年に彼は中の航空学研究ディレクターとなり、研究試験用ロケット航空機 X-15 の開発を指揮した。また、垂直。 短距離,離着陸機の開発や、大気圏再突入の研究も行った。1947年から1958年10月まで、NASA の前身である中野ディレクターを務めたほか、大統領直属科学諮問委員会を含め、様々な政府系の諮問委員会に参加した。1941年から1956年まで、Journal of the Institute of the Aeronautical. サイエンシュズ氏の編集長を務めた。仲がなさに、改祖されると、1965年12月2日に死去するまでその長官代理を務めた。アームストロング飛行研究センターの歴史チーフである、マイケル・ゴームは、ドライデンのことを物静かな引っ込み事案な人物で、控えめで勤勉であったと記述している。忍耐強く、良い教師であり、他人との協力を有効にいった。 新人深いメソジストであり、そのため自己宣伝を嫌った。成人後はずっと在家の聖職者であった。メアリー・リベ・トラベールと結婚し、4人の子供を設けた。2009年のアポロ11号を打ち上げ40周年に再式校したトムールフは、ドライデンが1961年4月に、ジョン・ F ・ケネディ大統領に宇宙開発競争で、 ソビエト連邦に追いつく方法として友人月飛行の提案を直言したとしている。ウルフは、ケネリが NASA 長官であるジェームズ・エドウィン・ウェッお及び副長官であるドライデントの会談の時点で、1957年のスプートニク1号から1961年のこの月の友人機動飛行までの一連のソビエトの先行に対し、ひどく尻込みしていたと述べている。 ウェッ及びドライデンと会談したその月に、ケネディは、アポロ計画により10年以内に人類を月に送ると宣言した。ウルフによると、目標の設定に際し、ケネディは、ドライデンの進言を信用していなかったという。また彼は、全米技術アカデミーの創設メンバーの一人である。1998年のテレビドラマ、フロム・ジ・アース、人類、月に立つでは、 ジョージ・バートノフによって演じられた。ありがとうございます。